店員さん増えてます。おかえりなさい。おかえりなさいませ。おかえりん。Hello, hello, I'm back! いやー、焦りました。エクスプリットのデータが全部消えました。なんか、オールトエンターやったら、全部消えましたよ。こんばんは、まそろい。角井ゆきさん。まさたかさん、こんばんは。オールデンタダメです。まさにダーク。ケインさん、こんばんは。ジャイケンさん、こんばんは。やばいやばいやばい。ちょっと待って。これが直ってないですね。音声と映像 OK です。こっちの、でもボーダーがついてるんですよ。もうボーダーでいいや。戻ってきてよかった。すいませんでした。今日は焦ってますぜ。なんでだろう。システムかな。女性とディナーしてきた帰りです。フル画面じゃないんですね。そうですね。お、正隆さん。なんでだろう。ディスプレイがないんです、ね。ゆっくり調整していきましょう。わら。なんでだろう。これですかね。ボーダーです。オッケー来た。はい、違う違う。来た。来てない。ボーダーです。おかえりなさい。泣きながら直したんですか。わらわら。今見始めたとこなのでちょうどよかったです。オッケー全部直りました。やった。これでニューゲームしたらもう泣きますね。これパチパチパチ本当にもうついてないな今日。さっきもドラゴンもニューゲームフラグずっとやったー。お疲れ様です。ふわっとですハッペネド。そんな日もありますよ。わら。よし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 、ここからですね。ここからスタートです。皆さんよろしくお願いします。いやお疲れ様でした。わら。ゲーム外でメンタルやられてますね。そうですね。治った。始まったばっかりでこんなに大変だ。あ、でも僕のあれスピリットがあそこにありますね。伝えただけありますね。ちょっとはこれ待ってあそこに取りに行けばいいんですね。ガリガリの体派ケインさんには似合わないので早く猛者化解除し、いかやく。唇青いっす。唇青いっすね。チャンスだ。いや、ちょっと待って。はい、ちょっと待って、足が。こっちだったか。よし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 。OK、ここまで来ました。わらわら。まだ成長の伸びしろあるってことで喜ぼう。ここ前来てたぶんね。来たとこですね。ここからでやっとここゲート開けました。ゆのさんこんばんは。配信予定で待ってたら違うのが始まってた。わらわら。ドラゴンバットで戻ってまいりました。ドラゴンはだって倒さなくて大丈夫ですよね。これ倒せないんじゃないですか。こっちでしたか。わら。同じく違うとこで待機してました。わら。あれ、あのゲートどうやって開けるんですか。ケインさんこんばんは。こんばんは。春巻さん、ね、How are you?こっち前来たじゃないですか。犬獅子のとこ。
あー、豆さんこんばんは。おー、ジーズス、ちょっと、いて。シールドつけよ。あれ、あのゲートどうやって開くんですかね。もうこれで、いけると思ったんだけど。唇青いケインさんこんばんは。こんばんは。あー落ちた、また落ちた。前回とだったかな。ドラゴンの名前。え？ドラゴンの？お風呂から上がってたんですね。わらわら。エコー。僕の声もまたエコーですか？エコープリーズ。これがチェムテチ、ドラケちゃんですか？大丈夫ですよ、の。ケインさんはお風呂出てます。私も追いつかれないようにダークソウルしてきます。え、ケインさんの声は大丈夫。僕大丈夫ですか？ケインさんは大丈夫です。このゲートどうやって開くんですかね？ケインさんはエコーではない、わら。どっか開けれるとこあるんですかね？あれ？ちょっと待って、俺は行こう。さっきゲート、あのドラゴンのゲート開けたんですけど。ケインさんはのぼせたそうでお風呂から上がってます。お前が、ちょっと待って。詳しい友人に聞いてみたんですが、倒せるみたいですね。あ、倒せるんですか？一応、なんですけど、矢で、尻尾の方をやったんですけど。頑張れば倒せますね。頑張れば、え、完全に倒すってことですか？ちょっと待って、このゲートどうやって開くんですかね。え、どっか I must be missing something ね。ファイティン、ものすごい時間かかりそう。このゲームにはレベルアップという概念があるんですか？あります、あります。一応僕2日間もう同じとこずっと行ったり来たりしてたんです。パリってカウンター攻撃ありましたよね。パリうまい。あれ、ここあったんだ。あれ、こんなとこあったんですかね。僕見てなかったですね。友人曰く、攻略動画が出てるみたいです。ワッツアップジミー。プラズマさん。あれ？本当だ、この上、ありましたね。ちょっと待って、おぉ、めっちゃ強いじゃないですか、あれ。絶対強いじゃないですか。でも、初見は攻略水にプレイしてほしいかな。ちょっと待って、おい、痛い、話違う。わらわら、もう、でっかいからブロックしてるんですよ、ここ。わ、どうしました。リスナーの皆さんはネタバレも控えめにお願いします。すわら、お。なんか思ったよりそんなに強くなかったですね。おお、かっこいいじゃないですか、このシールド。ちょっと待って。ウィディンシールド。でもこれ 1.2 キロですかね。ナイトシールドめっちゃかっこいいじゃないですか。わっ、5.5! 重っ！軽い方がいいっすね、多分。食べます。かなり回復使いました。もうないんですね。
でもまあ進んでるから。地味派結構ネタバレしたのにダメだったな、わら。みっちゃんさん、まあ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 、あれくらいはちょうどいいっすよ。ネタバレ。あれぐらいなかったらもう絶対無理でしたね。ちょうどいいとは？笑い。でもジミーから友達救えなかった。違う違う、クリアしましたよ。めっちゃ広いじゃないですかこれ。そこか、ここどこですか。ああ、ここか。開けますか。よかった。ベースメントキーいいね。いい感じじゃないですか。ジミーのせいでケインさんも二重人格っぽいですもんね、わら。回復ないからどうしよう。一回ダブル。お、おおおお、ちょっと待って、これ上行った方がいいのかな。これ強そうですね。待って、あそこに行くか上に行くかどっちだろう。ハウディケインさん。ヘイコマンドさん、How are you？ なんかめっちゃ強そう。わあ、ちょっと待って、ウェイウェイウェイ、痛い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 、めっちゃ痛い。うわあ、ごめん。ちょっと待って、もう一回回復します。これ無理です。セーフポイント行くまで。これが持てる重量増えないのかな。あ、多分レベルアップでスタミナの方をやったらいけるんじゃないですか。最近結構やってますよ。レベルアップ4200か。あ、でもこれ回復は戻るけど。ダークソウル難しいです。いや、今んとこセキロの方が大変だったんです。まあでも。あ、ただこの作品のナンバリングタイトル、あまりの人気作だから、イカ役。あれ？もしかしてこっそりレベル上げしましたか？こっそり、こっそりレベル上げしましたよ。昨日からやってましたよ。こっそり、こっそりじゃないっすよ。秘密じゃないっすよ。これレベルアップしないと無理っすよ。人生で一番難しかったゲーム派なんですか？セキロ、セキロ。だから皆さんのコソコソと、コソコソとじゃないですよ。これはセキロ派やりました。ダブル面白かった。これはもうトレーニングですよ。日頃からのトレーニング派大事ですものね。配信開始通知がなかったから見てないのでこっそりです。前の時のやつがこっそりレベル上げ。違う違う、もう同じとこ行ったり来たりしてたから、もうこれはみんなが僕 2,3 時間もうこっそりやった、こっそりじゃない 2,3 時間レベルアップしたらつまんないじゃないですか。え、今度いいっすよ、配信してこっそりじゃない、配信してもいいけど、もうめっちゃつまんないっすよ。こっそり自白、わら。こっそりって言ったじゃないですか。いや違う違う、行ったり来たりしてる、同じとこずっと行ったり来たりしてるからつまんないじゃないですか。こっそり、わらわら。我々波動いる気持ちでサスケ見たらいいんですか。レベリング配信してもええねん。なんでサスケ、サスケとこれ違うんじゃないですか、みっちゃんさんなんということ。ちょっと、これ、雑談しながらレベル上げましょう。いいんですか？いや、全然配信しますよ。いや、なんかみんなの、なんか、同じとこ、2時間同じ行ったり来たりして、だってさっきのドラゴンのとこの階段も行ったり来たりしてるだけですよ。なんか、みんな飽きちゃうのかなと思って。各レンジャー見てました。あ、バグスさん、ありがとうございました。みんな喜びますよ。せこすぎ肌ですよ。喜びますね。ケインさんが見れたら十分です。ありがとうございます。わかりました。もうレベルアップ、
レベル上が配信に流されようする。ね、まあ、こっそりじゃないですか。リアケンさんランチャーで別ゲーやってるなって思ってま、いかやく。じゃあ、わかりました。これから、でもケインさんの雑談興味あります。こそこそソウル。みんなケインさん好きやから、こそこそしないの。オッケーオッケーオッケー。こそこそしない、しないっすよ。わかりました。別ゲー何やってるだろ？別ゲー？別ゲー僕やってるんです。エイペックスとか、そういうこと。お願いですから、ツイッターで配信開始ツイートお願いします。配信した方がいいですかね。こそこそケイン。お、まあ、やばい。こっそりしない宣言。わら、エイペックスもこそこそやってます。エイペックスはやってます。こそこそではないんですけど、やってます。先週の配信は気づかなくて全部見逃しました。わら。ああ、すいません、コムさん。強そうじゃないですか？あそこ。めっちゃ強そう。どうしよう。まあ、いきますか。お、ちょ、ウォレット！上にいるんですか？なんか。ちょっと先に上倒さないといけないかもしれないですね、これ。あー、なるほど。ツイッターで配信するんじゃなくて、配信しますってツイートして、いかやく。あそっか、そういうことか。配信してない時ってことなや、エイペックスしてるんですか？エイペックスやってますよ。MIR さんこんばんは。エイペックスとか、リーグオブレジェンスとか、ロールとか、やってますよ。ちょっと待って、痛い。痛い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 。うわうわうわ、これ全部飲んでるじゃないですか。また危ない。わら、リーグオブレジェンドとロール派別だった。危ねえ。わら、リーグオブレジェンドとロール一緒です。ああ、いて両爪で通知されるからわかる。え、どういうことこれ。わあ、ちょっと待って、やば。ちょっと待って、これもう一回やり直しじゃないですか、もしかしたら。本当に、オーマイガード、オーマイガード、またもう一回じゃないですか。ありがとうございます。 M M、 これはまあレベルアップみたいなもんですね。対策教えてもらいましょう。わら、これが2時間か。だから僕レベルアップした方がいいと思うんですよね、自分で。こんにちは。こんにちは、ニョニポンさん。わかりますよ。こうやってこうやればいいんですよね、フローズンさん、多分。ただ僕せっかちだから、もう後ろから取ろうとしてるんですよ。こうやってこうやってやるんですね、多分こうやって。なんとなくわかりますけど、せっかちだから、もう早く戦いたいんですね。ちょっと一回見せますね。やりたいようにやればええんやで。今日はみんな厳しいなぁ。こっそりも大切かもですね。わら、せっかち出ちゃう？わら、地味でもその傾向ありましたね。地味。こんな感じですよね。基本気をつけます。そこはこそこそしましょう。そこはこ、こんばんは。はいはい、コールさんこんばんは。アップルバイとロッテリアどっちがいいですか？アップルバイとロッテリアですか？あ、アップルパイか。飽きないようにこっそり練習してまんねんとか。え、なんでなんで行かないですか？いて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 、
問よろしいですか？あ、もちろんもちろん。質問。長さんどうしたんですか？気をつけます。ゆっくり行きます。今度は。なんだろう、せっかちでもええんやで、わら、サスケのトレーニングも公開してたからこっそり派 NG です、イカヤク。サスケの、オッケーオッケー。深呼吸してください。ここからが大変ですね。よし、ゆっくりいきますよ。ケインさん、こんばんは。あー、サイエンドさん、こんばんは。How are you? わらわらきびすー。いや、でもこういうゲーム最近結構ハマってますね、僕。あ、さっきやばかったですね。ベンチプレス配置種目にあった方がよろしいですか？ベンチプレス、あ、ベンチプレスだけってことですか？こんばんは。あー、大根さん、こんばんは。いや、ベンチだけではなく、やっぱそれ胸を鍛えるためですか？胸を鍛えるため、やっぱフライとかもたまにした方がいいとか、インクラインとか、いろいろの方がいいですね、多分。ケインさん、こんばんは。あー、ペンギンさん、こんばんは。ドラゴンフライ。ダークソウル終わったら何やるのかなる。ゲーム全然詳しくないですけど、見ているだけで面白いですね。いや、ダークソウル終わったらダークソウル2。トレーニングからですね。それから3ですね。順番です。背中トレーニングの後ベンチやったら上がりませんって、いかやく。まあまあ、それそうですよね。背中やったらできないですね。だから結構大きい筋肉は分けた方がいいかもしれないですね。ベンチはベンチの日で、ベンチとか二頭筋、あ、三頭筋とか、次の日は背中と二頭筋とかの方がいいかもしれないですね。ここはさっきのところ。わらわら。ちょ、うわー、でっけ。お昼ゲームもしてほしい。うわー、でっかい。なるほど、ありがとうございます。わらわら。いや、その間でも、楽しみです。いろいろ、エイペックスとかフォートナイトやりたいと思います。めっちゃでっかいじゃないですか。でっか、わら。ちょっと待って、倒せるんですかね。これ、シールドめっちゃでかいじゃないですか。2メートルじゃないですか。来た来た。背後から。お、めっちゃアーマー強そうだけど、そうでもなかったですね。行きました。いいっすね。やっぱレベルアップのおかげですよね。やっぱレベルアップのおかげ。ナイスー。こそこそのレベルアップが良かったですよ。地味強い。いて、なんだこれ、上からマジックの人がいる。こそこその成果、ナイス。なんかあるんですか、この上。ちょっと俺です。上に。こんばんは、今日も元気にフライアウェイ。えい、ちいさん、how are you? 上、どうやって。知人からお願いされたので、俺も質問させていただきますが、いかやく。やっぱりこそこそでしたか、わら。やっぱり。中野さん、全然、なんでもいいですよ。え、上どうやっていくんですか？こっからか。あ、ちょっと待って。でもめちゃくちゃ、こそこその成果、そこそこの成果、こそこそケイン。プリセス。あ！プリセス、トラップか！違う！ちょっと待って、階段登りたかったんですけど、Where is this？ ドーピングしてサスケ制覇するようなもんですよ、笑ドーピング、ちょっと待って。
全然違うじゃないですか、みっちゃんさん。エレベーター。それは、ノー練習で、サスケ・ユイドゥムと一緒じゃないですか。ドーピング。ちょっとこれどうやって。こっそりレベル上げそこそこの結果。ケインさん、こんばんは。アンコロモチさん、こんばんは。ステロイドですね。この体、ステロイドですか？これはまだ行きたくないですね。これちょっとさっき外も行きたいし。まだまだなんか。ステロイドとは麻薬だろ。いい加減にしろ。貧困。レベルアップで強く。踊ってるじゃないですか。ストロークラビング、イカ薬。やりすぎて逆効果になったんですかね。すげえ踊ってるじゃないですか。合ってるかな、ここ。わらわら。ケインさんを待ってるんですよ。もうストリートファイター流行らないんですか？やりますよ。6が出たらやります。ケインさんダンス得意ですか？ダンス？そうでもない。初めてやったゲームって何ですか？ちょっと待って、やばステロイド。初めてやったゲームはパックマンとかスペースインベーダーですね。でしょ、イカ略歓迎の踊り。うわ、いっぱいいましたね。まあ、これ全員かな。 OK、 2個残ってる。ブリンク社交ダンス。社交ダンス合わせるのかな。あ、めっちゃ余裕じゃないですか。これトレーニングの成果じゃないですか。ドラクエとかはしないですか。あ、ドラクエは、ドラクエウォークはやりましたけど、ドラクエはやってないですね。え、これはいこう。今何レベなんですか。いろんなとこまだ行ってないとこあります。何にどれくらい裏作業したんですか。文字も説明も見ないんですもん。わら、ほとんどワンパン。いろんなところに行けるからめちゃくちゃエリアが広いですね。まあ、広いですね。僕まだ外行ってないですね。外も見たいし。ドラクエやったら話飛ばしすぎてわけわからなくなりそう。そうですね。ドラクエウォークもそうですね。でもなんかこれベルありそうですね。ちょっと待って、一回ちょっと外、もう一回下降りて、外見てなかったですね。なんかありそうですね。ケインさん説明書見ないタイプ。これだってもうすぐベルじゃないですか。なんかベルの音結構近いですよね。そうですね、ここは行ってないですね。あとはエレベーター使って下行くのもまだ行ってないですね。何の音？何の音？説明とか一切見ないでやったらダクソ初日の配信になります。うわ、まだそこにもあるんですね。なんかいろいろ。ちょっと待って、どこ行けばいいんですかね、ここ。ダンベル叩いてる。めっちゃ広いじゃないですか。迷路だね。これは迷うのも無理ないわ。あの伝説の初日配信、ね、ブラックスピースみたいな感じですね。アイアンマン。Reinforced weapon, modify weapon, repair, purchase item. お、なるほど。タイタニットシャード。Reinforcing weapon とかは何ですかね。weapon もっと強くするのかな。modify weapon は何ですか。メンバーが違う。モディファイは何だろう。
これ武器をビッグヒデヤンプラス5できるんですね。リンフォース。これでっかくない？これ強いんじゃないですか。あ、でもこの金槌の人攻撃できます？なんで攻撃する？フレンドリーファイアじゃないですか。武器強化とか修理ですね。何がいいんですかね。この武器強い。うるさいから倒しましょう。ビッグヒで攻撃しないでください。何が強いのかな、わかんないです。でも今の使ってる武器はまあまあ強いと思うね。もう一回下の方行って。あー、これ行かない。使い慣れた武器を強化でいいと思いますよ。なんかでっかい人がいるんですけど、ケインさん必殺技フレンドリーファイアですよね。ちょっと内容を確認してます。ちょっと待って、めっちゃでかい人がいるんですけど。この人はかなりいい人です。ちょっと待って、めっちゃ強そう。どうすればいいのかな。今使ってる武器強化でもいいし、懐かしい、いけますよ。スミリングファセ。あ、これあったんだ、こんなとこに。これがあれば僕いけます。来たり来たり。一回攻撃すると死んでも追いかけてきますね。オッケー、倒しますか。ボス。めっちゃくちゃ広いですね、ここ。めっちゃ広いですね。挑戦するのがケインさん。ブラッドボーンもそうだけど、フロムゲイハ大きい敵が多い。わら。鍛えた筋肉大丈夫。あれ、やっべっ。死んじゃったよ。めっちゃ硬いっすよ。なんだね、石みたいに硬いんすよ。やばい。あれ、尻尾もやばいっすね。尻尾も攻撃するから痛いんですね。なんかアイテムあるんですかね。攻撃力ハールが鈍そう。カチカチ、わら。ヒットアンドウェイ。こいつ無視でも OK じゃない。ケインスワン、こんばんは。こんばんは、ニャオさん。いつになればこのガリガリボディから解放されるのやら、わら。無視できるんですか。ケインさんの腹筋にはかないませんよ。いって、ちょっと待って、無視できそう。無視します。めっちゃ強いです。本当にごめん、めっちゃ強いですよ。めっちゃ綺麗。ちょっと待って、顔そぎ落とされてる。ガリガリボディ的に全然違う人のとこじゃないですか。もう一回上の方戻った方がいいんじゃないですか。なんか混乱するんですよこれ。下どんどん行っちゃったら上スルーでけた。わら、強いっすよ。あれだってダメージ出てないんすよね。ダメージ出てんのかな。ちょっと、あ、一応出てるんだ。果敢に挑んでいく。苦しかった赤炉を思い出して。あ、やべ、いけそう。いける、いける、I believe。 やっぱりチャレンジしないことが怖い。
ですか？欲しいです。オッケー。ギリギリ。よいしょー。めっちゃ硬かったっしょ。ナイスナイス。了解。ナイスナイス。戻るかな。おお。ナイスー。パチパチパチ。上で結構いろんなパワー。これでもヒールあれ止まったらあれですよね。ここもなんかありそうですね。ずっとあのセリフを言い続けてきた甲斐がありましたね。笑そうですね、みっちゃんさんナイスです。What is this? ゲートあるからいけないかも。このアーマーかわいいっすね。何ですか？お待たせしました。内容が昔のことなので、覚えていてくれたらいい。イカ役。ここでマスコットのブルーモンスター派どこに？頭が小籠包みたい。そう、小籠包。わがままボディ、玉ねぎ、隠れてるの。これあれ、小籠包も似てるし、あとなんかよく屋上にある、なんか、何ですか？屋上に、ビルの屋上なんか、こういうのはないんだっけ？なんて言ってたっけ？聞いてなかった。この玉ねぎ悪い人じゃないですか？なんて言ってた？閉まってるのを待ってるんですかね？開けるのを待ってるんですかね？パーフェクトボディ、絞った生クリームみたい。オッケー、これが大丈夫なんで、上行きましょう。多分ベル上にあるんじゃないですか。ジークマイヤーさん、音がなんか上の方が。プルプル悪い玉ねぎじゃないよ。回復取りたいだけ、一回セーブしたいけど、それしたらみんな生き返れるんですね、今まで倒した。あれ？あ、そっか、そこ。ずっとビート刻んでるな。ここはみんな回復してるかもね。上もう一回全部やんないといけないのかな。下は何だろう。下もとりあえず上行きますか。上行って下行きます。さっきのマジシャンももう一回ですかね。マジシャンはいい。中華鍋みたいな縦わら。やばい、いっぱいいる。これ危ないか。気をつけないとやばい。広いところで戦いたいんですよね、これ。みんな降りてきた。こちらです。サイン会こちらです。ええ、モセさん、ハワイ。サイン会こちらです。一人ずつお願いします。並んでください。こちらです。動きが鈍くなるからアーマーつけないんですか？そうですね。以上が知人からの質問です。サインください。ファミレスのアルバイト？あ、やべ。サイン会と聞いて。はい。OK、この辺来ましたね。あとは上ですね。上はまだ行ってないです。
インさんちなみにクリスマス配信はしますか？クリスマスは…サインもらいに来た人全員殺しちゃった。自分はここで落ちます M。 ハルパさん、お疲れ様です。 M 頑張ってください。ありがとうございます。 Thank you so much。 回復ないんですね。クリスマスは…そうですね。今年は24.25が土日ですね。3まで終わるの4年後くらいですかね。いや、来年1年間でこれ全部クリアしたいと思います。あれ、ベルはどこですか。これもうボスじゃないですか。これボスですか。やば。うわ、回復なしですよ。ボス来ちゃったわら。クリスマスプレゼント期待。わーお。ああ、そうですね。今年クリスマスやりましょう。クリスマスプレゼント。ああ、嫌な予感しかしない。わら。強そう。もう回復ゼロですよ。これ無理じゃないですか。またスパックかな？頑張ってください。お楽しみにしてます。クリスマス。ガーゴイルスター、ニヤニヤ。おお、ちょっと待って。ラミちゃんのサンタさん活動しなきゃ。ついにスパッツが。このボス懐かしすんに。いざ。ケインさん攻撃めっちゃダメージ出る。わら。あれっすね。いやあ。いけると思う。いけると思うけど。お、即死しない。あれですね、スタミナがなかったです。もう攻撃できなかったです。ここからか。OK。回復あればいけそうね。いけますね、いきます。No. あれ下は何ですかね。下、行かなくていいんですかね。どっちが先かな。まあ、いいや。もうボス、でも攻撃通ってるからいけますね。こんばんは。こんばんは。How are you? 中田さん。先にソウル取り戻してから探索しましょ。そうですね。ジーザス。ウルトラソウルかな？ウルトラソウル。これ気をつけながら上行けば。こんばんは。あ、ラジエルさんこんばんは。How are you? よし。敵にならないね、わらわら。ここで、やっぱり、無理行った方がいいかな。うわ、ちょ、やっちゃった。敵が倒されるうめき声が癖になりそうです。おい、ちょ、またやりました。せっかち、僕なんでこんなにせっかちなんですか。もうやりました、やりました。わら、危ない。わら、やば。せっかちジーザス。なんでこんなにダメージ食らっちゃうんですか。それは全員が思ってます。わら、せっかち抑えて。わら、これちょっと待って、これ回復ほぼさっきと一緒じゃないですか。この敵もうちょっと、あ、ファイアボムかなんか使えばよかったかな。もうめっちゃタイミング難しいですね。このゲームも我慢が大切です。ケインさんこんばんは。あ、セクスカンさんこんばんは。ゴリ押し無理でしたね。来年はせっかち直すトレーニング合宿お願いしないと。もっと大きい武器が欲しいですね。盾を使ってあげて。そうですね、盾使った方がいいですね。まずはこれ絶対使わないと。ゴリゴリ禁止。わら、ちょっと待って、おいた。いたいた、せっかく。いて、盾はアクセサリーなんだよな。
ダメージ、あわわ。いったー、わー、ごめん。あ、一応取ったから、まあ、もう一回いいかな。わらわら、まさたかさん、Welcome home。またこっからか、本当に。わかりました、安全に行きます。えげつない、一番最初に戦った方が順調だった、わら。エルデンリングで使ってたようなハンマーがあれば、ボスよりもせっかちの方怖いな。武器強化しましょう、ファイブーン。そうですね、復讐の時です。ゆっくりゆっくり行きましょう。このいろんな武器、いらない武器とか売れるんですか？武器を両手で持つのもありかも。そっか、どうせガードしてないから。あ、でもたまにますね、効かないのかな、ガード、あのガーゴイル。ジーザス、お風呂上がりは調子が出ない。ファイアボーム、両手持ちしてみたりするとか。え、どうやって設置だっけ。ショップで売れますよ。でも後から使える武器は買ったりするの、イカ役。ショップで売れるんだ。これファイアボーム使ってみますね。オッケーオッケー、いい感じじゃないですか。あっちあっち、ちょっと待って、もう一旦、全然投げる方向違うんですよ。ゲインさん、ハロー。ハローロー、マスト13。オッケーオッケー、悪くないんじゃないですか。始球式かな。セレブなアイテムの使いっぷりですね。え、そうなんですか。ちょっと待って、セレブの、え、ダメですか今のメソさん。セレブの、どういうことですか。え、そんなに大切ですか、ファイアボーン。ニエッチ R2 デストルクチオン。セレフな。それは僕の今飲んでるフラスクもロマニコンテですかね。これだからセレブ派。セレブですからね。ファイアーボームはダメですか。わかんないし、もうあるから使った方がいいんじゃないですか、こういうの。あとでファイアボール派ショップで買えるからオッケー。贅沢だった、わら。アイテム複数装備して十字キーで切り替えできますよ。あ、できるんですか。いや、ロマネコンテ、ワイン飲めるんですか。いや、飲まない。あ、ワインはたまに飲むんですけど。もったいないと思ってボス倒すときしかゴム使わなかったです。やべ、インドリアスが回復してない。オッケーオッケー、ファイト。ゴム使ったことないです。ダメ。ケインスワーン、こんばんは。ミドちゃんさん、うわぁ、いた。尻尾も使うんですね。なるほどね。
最初の方が一番良かった。なんでだろう。予約してきましたよ。より簡単したな。ありがとうございます。いや、まあ恥ずかしい。ケインさん、こんばんは。あ、そうだ、さんこんばんは。今月1日に知人から劇場版リバイスのドブドを得た。イカ役リーチが長い。ありがとうございます。 Thank you so much。高野さん、ありがとうございました。あれ、やっぱ近距離でインファイトした方がいいですね。プレイボーイ楽しみです。わら。プレイボーイ楽しみ。初プレイボーイですか、僕の。そうだ、予約しなくちゃ。わら。ケインさんのグラビア乗るんですか。グラビア、わら。やばい、恥ずかしい。月曜日ですね。うん、保存用にもう一つ買おうかしら。わら、シュープレイグラビアで寿命伸びました。恥ずかしい、さすがに買います。どんな格好させられてるんだろう。いや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 。月曜日発売ですね。一回下、広いところで戦いたいですね。なんかみんなこれ狭いところで戦いたいですね。ソースなだらけの令和版、保存用閲覧用と電子ですね。しかし今年は大躍進の年でしたね。いやー、まあいろいろ本当に新しい挑戦が多かったですね。鑑賞用、保存用、不況用の3冊ですかね。もしかしてバスタオル盗まれたとこ取られたのかな。いやいやいや、いや、でも今年まだまだ面白い仕事があります。来週ちょっともう、なんだろう、今年本当に皆さんのおかげで、ジーザス、やりたかった仕事がすごい多くて、それも、来週、もう今年もあんまないかなと思ったら、来週とかもちょっと楽しい仕事がありました。確かに、仮面ライダーになっちゃいましたからね。一番驚いたにゅ、イカ役。まだ、楽しみー。楽しみ。あれ、どこから来たんですか。ちょっと待って、横から来てましたけど。仮面ライダー、仮面ライダー派、本当に嬉しかったなぁ。リバイスの円盤派閲覧用と保存用買いました。来週に発表する。ジムでタオル取られた話、知らんなぁ、教えて。プレイボーイ大、次はジュノンボーイですね。ジュノンボーイ、いや、もうボーイじゃないですよ、僕は。もうボーイじゃないですよ。ジュノンボーイはできないです。もうボーイじゃないですね。わらわら。もうダッドですね。もうダッドになってる。ケインさんは永遠のシャイボーイですね。ジュノンシニア、ジェントルマン。やばい。ケインさん、こんばんは。3つ残ってるんです。ナミコさん、こんばんは。グランパ、ナイスミドル。そう、グランパですよ。ジュノン、グランパ。遅くなりました。いやー、ナミコさん、いつもありがとうございます。3つはまあまあいいんじゃないですか。今まで一番。これ、空振りすると、これ、エネルギーっていうか、スタミナ使うから、結構空振りも痛いんですね。ジュノン、グランパ。プレイボーイに出たのに、ボーイじゃねえ。うわ、ちょっと待って、最初から、ちょっと、うわ、あれ、尻尾切っちゃったんですか。尻尾切れるんだ。あれ、ちょっと待って、ガーゴイルテイルアクス手に入れました。たまたま尻尾切ったら尻尾なくなっちゃったんですよ。ここ、あ、これいいっすね。尻尾先に切った方がいいっすね。お、尻尾切れた。こんばんは。V 破壊。こんばんは。イサチャンネルさん、いつもありがとうございます。尻尾かわいそう、あら。結構、ダークソウル尻尾切ったら、なんかもらえるんですね。ナイス。結構良さげな武器だったような。でっかいっすね。なんか
ってますね。これゆっくりやれば結構回復残りますね。いやでも来週再来週の仕事は結構皆さん喜ぶと思います。僕もめっちゃ楽しみですよ。めっちゃ楽しみ。楽しみにしてます。なんだろう、スミリングファセリスヘアーとイカ略紅白ですね。なんだろうな、紅白ではないです。なんだろう、期待していいんですね。そうですね、あら、ぜひぜひ。生放送かな。いや、生放送ではないですけど、でも皆さんが喜ぶと思います。期待しかないワクワク、龍が如くに出演かな。わら、エピソードオブアズマ。キスシーン。ちょっと待って。モノマネですか？一回ブロックした方がいいかもね。期待してます。もしかしてどっかの球団に入団するのかな？いや、僕のボールでできるんですかね？プロゲーマーになる？オッケーオッケー。スーパーヒーロー対戦で一人に役？オッケー。いいっすね、もう行きますね。旧式で見出されたか、わら。M-1 かな？いやー、早く警察警察署長してほしいな。核レンジャーの V シネマとか？スワローズの専任トレーナーかな。わら、ポジション派？あ、やばい、なんとなくだけど、気づいちゃったかも。予想が通った、イカ略。ドロッと言っちゃいそう。ドロッと言っちゃいそう。何も言わ、もうこれ以上言えないっすね。いやいや、ポジション派ベンチわら。そうそう、いや、ポジションは、ベンチ。言っちゃダメですよ、わら。みんなケインさん焦ってるのでそっとしておいてあげて、わら。私たちが楽しみにしているお仕事ってもしかして、年末年始ですか？うわ、やっちゃった。でもよかった、取った。もう、なんか飲む時間ないんですよ、もうずっと。売ってますね。危ない。あ。全然時間ないっすね。もう。危なかった、わら。危なかった、そうですね、危なかった。死んでます。難しいっすね、ガーゴイル。あとなんだろう、めっちゃ遠いっすよ、このセーブポイント。アンチ派ないのかな？回復より回避を優先かな？そうですね。もう回復、あんなど真ん中ならやっちゃいけないですね。あ、ここ。年末年始に私たちが楽しみにしてるお仕事があるんですか？そうですね、かずみさん。I hope you guys will. I'm sure you guys will like it.まあ、僕は有吉 A のファイナルフラッシュ好きだった。松井さんありがとうございます。そうですね、最近またいつか出たいですね。ファイナルフラッシュ。ドラゴンボールですね、わら。ドラゴンボール大好きですよ。クラロは卒業しちゃったからな、ケインさん。わら、リポビタン D ハイパーなんですか？ケインさん内緒でもいいんだけど、間近になったらホームページイカ略言っちゃいそうで怖い、わら。
実写版ドラゴンボール出演、同じくです。現在、新作のスーパー編が漫画でやってます。お、危ない、三宅がやばいのはちょっと危ないです、ケインさんわら。危ない、危ない。危なかった。隠し芸大会とか出たことありますか？ありますよ。隠し芸大会。長野さん。僕まだ20歳とか21の頃かな。ダンクシュート、バスケット、トランプリン使ってバスケットのダンクシュートやってましたよ。へ、リエド、アボウット、エベリーティング、デス、イカラク、なんか覚えてるかも。確かバスケのやってましたね。そうです。そうなのね。ほう、バスケ。隠し事が下手なのに隠し芸大会出たんですね。ケインさんこんばんは。バスケ。かすかに覚えてるなぁ、わら。もしかして、まだ YouTube にあるかも、隠し芸。わらわら。ゆうのさん盛大に笑いました、わら。うわ、ちょっと待って。痛い、はい、プーン。痛い、ちょっと飲ませてくれ。あー、痛い、飲んだ後、いつも必ず。Oh my god、 全然反応できない。めっちゃリーチ長いじゃないですか。 Oh my god。 あ、ダメだこれ。死んじゃう。僕が。なんとか対面を取りたいところ。もうダメだこれ。今思い出したんですが、ケインさんゴジラも出てますよね。あとハガ、ね、イカラク。あー、わら。難しいっすね。ああ。スタミナが足りてないのかな。これなんかリーチがすごい、下手よりローリングが良いかもな。ケインさん、ハロー、鼻ピクピクさせてください。Hey, hello, how are you, ラリーさん。地味少し色白になった。一回食らったらもうずっと食らっちゃうんですね。なんか動けない。一回食らったら全部食らっちゃうんですね、ダメージ。眠たいので起きます。ジミーコスギさん、頑張ってください。ありがとうございます。ゴジラの方派、確か、トキオの松岡くんと共演でしたね。そうです。ちょっと走ったら、もう本当に、2回か3回攻撃したらもうスタミナがないんですね。緑のゲージ。こんばんは、ケインさん。サスケびっくりしましたよ。マイライク先生、How are you? うわ、ちょっと待って。ランニングの後はどんなストレッチしてますか？ストレッチは、ランニングの後。
犯人の後は、まあ、あの敵が多いな。みんなと27日、サスケ見るのが楽しみ。犯人の後はランニングで足パンパンなのでおすすめのストレッチ教えていただき。最初は結構あの筋膜リリースとかやりますね。あのローラーとか、それでちょっとあの柔らかくしてからストレッチします。バイクのアクションシーン、めちゃくちゃびっくりしながら見て、ありがとうございます、高野さん。そうですね、だいたいローラー、グリッド使って全身をほぐしてからストレッチしますね。筋膜リリース欲しいけど、どれ買えばいいかわからなくて迷ってます。ああ、なんだっけ、ランブルローラー、いや、ランブルローラー、青いやつ。ちくわみたいなのがいいですよね。アディダスのボールみたいなの買ったら結構良かった。ダメか、またか。ほとんど知人の影響です。笑い、特撮マニア、ありがとうございます。あ、なんだよこれ、めっちゃ難しいっすよ。何回死んでる、ぐわ、これ辛いっすね。こそこそレベル上げましょう。いやいや、ここはもうベーコンチーズバーガー食べるしかないんじゃないですか、プラスマさん。結構減らしたのなんだったんだ、わら。ケインさん、セキロやエルデンを思い出してヒットアンドア、いかがヒットアンドア、オッケーオッケー。いやーもうどうしてもなんか、どんどんゴリ押ししたくなっちゃうんですね。武器を受かって申しました。この武器はなんか許可できないですね。2回以上走らない方が良さそうですね。そっか、2回以上課金とゴリ押し早められないんだよな。こんばんは。さすが絶望級の難易度のゲーム、一筋縄ではいかないか。なんかダークソウルで何が一番いいんですかね。今まだ始まったばっかりだから、なんかアップグレードすると逆になんかこの武器アップグレードしなければよかったことは思っちゃうんですよね。人によりますね。気合ですよ気合。飲んじゃったよ。でもケインさんといえばでかいハンマーでは。そうっすね。でっかいハンマーあるか。あ、でもさっきなんかでっかいアックスもらったんですよ。あれ強いのかな。ケインさんの好きなでかいアックスありますよ。さっきあのガーゴイルの尻尾から出たアックスですかね。ちょっと装備しようかな。でっかい武器好きなんですか。そういえばジブの新しいスキン出てましたね、わら。ありましたよ。パンダですよね。もちろんもう買いました。あ。もちろん課金しました。もちろん課金しました。さすがセレブ。さあ、ワーさんとジブ楽しみ。さすがです。この辺はもう時間かけてもダメージ食らわないように。こんばんは。こんばんは、たかしさん。ケインさん、こんばんは。ハンペン太郎さん、こんばんは。オッケーオッケー。
なんだったかな、努力物とかあったはず。これでマックスヘルスですよね。シールドなんか使ってないからいいっすよね、これで。ツーハンドで。そういえばオーバーウォッチシーズン2になりましたね。そうなんですか、注意さん。いや、最初だけやって、あれからやってないですね。ツーハンドの方がダメージが出るから、どっちにしてももうシールドをやってもあんまブロックできなかったですね。それだったら。1日で終わったオーバーウォッチ。そうですね。これでいきます、ツーハンドで。みたいな感じですね。僕も最初びっくりしましたに、ね、体目これですね。 OK、 分かった。こういう感じですね、フローズンさん。やっぱ赤狼を思い出す。これですね、ゴリ押しダメです。私のニヤニヤポイントでした、わらわら。2人出てたんだ。で、2個目がもう、ファイヤーずっと。全然回復するチャンスなかったですね。だから、もう本当に気をつけないといけない。ゆっくり行きましょう、ゆっくり。OK、 いい感じ。あ、でも、おすすめ武器か。言いたい。我慢。あ、そうだね。アックスはどんな感じか見てみたいです。でも、ここではないですね。ボスで新しい武器はダメですよね。これもやっと、ちょっと、ソード慣れてきたから。おすすめ武器は己の肉体です。ケインさんが教えてって言ってることは教えてあげてもいいんじ、いかやく。OK、うっそ、タイミング見てたんだけど。まあまあいいや、4つあるから It's OK。 ケインさんは教えても大体我が道を行きますわら。リベンジ。さっきみたいにやればいけますね。でもロックしてせっかち封印ダブルカンバーツーハンドにして、あれ、あのファイヤーはシールでブロックできるんですかね。ファイト。
店員さん我慢お願いします。お、尻尾来た。やばいやつね。いけるいけるいける。ちょっと待って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 。ヒットアンドアウェイファイトー。ダメだ、ヒットアンドウェイできなかった。ちょっと待って、いける。お、頑張って。いけるいける。あと少し。嘘嘘嘘。我慢我慢。OK。あれ、やべやべ。やっちゃ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 。あと2発ぐらいですよね、多分これ。ナイス我慢。万が一、俺のも今しかね、止めるチャンスない。今だ！よっしゃー！オッケー！はぁー！どう？どう？オッケー！ナイスー！ナイスー！オッケー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 。フレクセとビセプス。ナイス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 。ベルじゃないですか、もしかしたら。ビクトリーナイスです。じゃないですか。ナイス。いけたー。いえー。さすがナイスナイス。パチパチパチ。Hey guys, we did it. やっぱ我慢ですね。楽勝。パワーイズパワー。止まらないですね。パワーイズパワー。ナイス。止まんないですね。素晴らしい。おーおお、怖い。怖っ。おお。来たんじゃないですか。ベール来た。おお。あれ、なんかメッセージがあるから。お、プールレバーできなかった。よっしゃー。ちょっと待って、じゃあ初日のあの下まで降りないといけないんですか。あれはしゃべるかな？わら。あのカーネよ。やったー。OK。あとは、エレベーターもまだ降りてないし。そこから飛び降りてみましょう。いや、ちょっと待って。エレベーターと、なんかあの、森みたいなところまでありましたね。エレベーター先に行きますか。なんか森が最初の日と出る感じするんですよ。お、びっくりした。ハグですか。これフォートナイトですか。初日のあそこ原すとちょっと手前ですね。なんではしごだけこんなにジャッチいの。わら。フォートナイトですかこれ。わらわら。アタック。わらわら。ハグ。フォトナ、わら。みんななんか声低いんですよね。あの、あんま聞こえないんですよね。気のせいかな。不審者。あれ、何ですか？パーチェスアイテム。
変えるんですか。おお、すごい。リリースクルス聞こえにくいですね。何が欲しいかな。どういうこと。わら。ストーリーハムシ。うん、聞こえないですね。欲しい、いるものってありますか、この中。Report trespass invader。 わかんないです、この辺もわかんないですね。ケインさんが聞きたくないから小さく聞こえるのでは。わら。お、いる。タリスメン、タリスマン、タリスマン。めっちゃ軽いけどダメージ全然ないじゃないですか、これ。強いんですか。おお、リンあるじゃないですか、これ。わかんない。ゲームやったことある方、これ、いるものあります？この中で、なんか買った方がいいものとか、ありますか？いらなかったら、僕も。アイテム買うか、レベル上げるか、どっちかですね。やったことあるけど忘れちゃった。タリスマン派、魔法を使うための装置です。タリスマン。タリスマン、ああ、そっか。タリスマン、でも僕魔法じゃないです。タリスマン派マジックを使うのに使います。あ、そっか。じゃあ大丈夫です。このリングはどうですか？この二つのリング、なんかいいものあります？特にないんですか？ブラッドバイトリング。あ、だから、血が出る速さが変わるかな。あと、こっちがポイズンが、ポイズン結構大事じゃないですか？どうだろう？これいくらですか？1万5千？あ、でも僕ちょうど2万か。迷ったらダブル全部買っちゃおう。ポイズン派買っても良いかもですが、私は買いませんでした。ポイズン買った、オッケー。ユーノさんが言うにはポイズンですね。じゃあ買います。ケインさん、こういうの派直感です。これは何ですか。ポイズンリングもらったから。待って、ポイズンリング、これは何リングだっけ。なんでフリーハグ中みたいな坊主してるんだろう。 HP ディフェンスか。いや、これでいい。とりあえずポイズン。次の場所でポイズンケアしないといけないので、あったら楽かもし。イカラ君、ありがとうございます。 Thank you so much。 いや、助かります。じゃあこれポイズンケアでつけます。リングって2個装備できないんですか。できるかな。あ、できる。ありがとうございます。あれ、これ5個できんじゃないですか。3つまでですね。ありがとうございます。すいません。5個早くばり、わら。セレブだから5個で、10個でいいんじゃないですか。両手、あれ、 Where do I come out? ここか。ジミーはセレブです。足にもつけましょう。そうですね、足の指もつけますか。ジミーはセレブですよ。まあ、ボンはもう普通に。両手両足で20個いけます。そうです。ガリガリなのに指だけ豪華。わら。暴力の大わら。さすがセレブ。ダブル。指はパンチ。あ、こう。下か。ああ。これはセーブしなくて大丈夫ですよ。もう行きますか。どっかでセーブポイント。ちょっと待って、あれ、あそこ、お、あ、何なんですか。ケインさん、こんばん。あ、ふわっつ、こんばんは。ハロー。わらわら、ダブル、ダブル、落とし穴ドッキリ。え、は、あ、わら、オンミス、わら、カエルみたいに潰れた、わら。めっちゃ落ちましたね、今の。わらわら、あるある、わら、あ、え、わら。めっちゃ高かったですね、今の、本当に。
エスカレーターの湯飲みて安心してコメントしようとしたら落ちた。Okay、まあ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 、そこにあるからよかったっす。リアルケインさんだったら受け身取ってた。 OK OK。 え、どこですかあれ。ここか。 我慢ケイン、我慢いきますか。めっちゃ落ちましたね今の。やっぱこのキャラ筋肉足りてないんじゃ。あれ、ランボーワン見ました？昔の。遅れましたが、おすすめハサエギバから行ける、ニコの墓にある。あ、ここ来たとこじゃ、あの一番最初のとこじゃないですか？ここ一番最初のとこですよ。あ、そういうことか。じゃあ、あの森から行った方がいいんじゃないですか？ライボー怒りのアフガン、お帰りなさいやね、ショートカット。あ、これショートカットなの？お帰りなさいませ。え、でもさっき行ってないとこ、あの森のとこから行った方がいいんじゃないですか。うわ、カードアップ怖い、わら。あの、ランボーワンで最初、あの警察に捕まったとこ、カメラ目線怖い。あの洋服脱いだじゃないですか。お腹をへこんで、すごいこんな感じだったんですよ、スタロン、お腹地味とは、ね、わら。あれもう初めて見た時。あれだって結構練習してましたね。あの、お腹をへこむみたいな。あれ結構疲れますよね、今やると。乱暴見たことないけど見るか。なんだろう。ヒクソングレイシーもやりましたね、なんか。こうやってここを動かすんですね。だからお腹を柔らかくするんですよね。水かけられてましたね。そうそうそう。ここだっけ？スタローンの名作ですね。ほうほう。あの、なんかへこみ方は、なんかヨガと似てるじゃないですか。あれめっちゃきついっすよね、ずっとやると。へこき。へこき？わらわら。へこみ方かっすね。あれ？は？わらわら。へこき？ダブル。急にダサくなった、わら。これ、アップグレードしますか、何か。わら、こらこら、わら。ミラクル中身方やめてください、わら。これロングソー、ダメージが88でしょ、上がる。鶴太郎さんみたいに、なんか、これはドレイクソーで、今使ってるのはもう、ダメですね。ますからね。アップグレードできないですね。ソウロが1万かかるんですね、このソウロ。ずっと強い最強武器です。ロングソード？本当ですか？ブローキンソード。だって、これ今使ったら200ダメージですよ。あ、このクリームは113。今使ってる武器ダメージ高すぎる。わら。これも強いじゃん、130。ガーゴイルじゃないですか、90。今の武器、アップグレードし、あ、クレイモア派のちのち強くもなります。じゃあクレイモアどんどん強くすればいいんじゃないですか。これ。クレイモアアップグレード最初からすればいいんじゃないですか。クレイモア強いけど重いからコツがいる。おお。いいんだよ。コツ、吉野さん、コツはいいですよ。フィーリングで。マッスルコミュニケーション、マッスルバイブレーションでいけると思います。仕事なので落ちます。クリア目指して頑張れ、ケインさん。あ、中野さん、ありがとうございます。いいんだよ、わら。ガンガン上げましょう。いいか、ダブルじゃ上げちゃえ上げちゃえ。謎の自信、わら。ゴリ押ししかできませんからね。めっちゃ上げましたよ。まあ、4。クレイモアナイスチョイス。長野里さん、頑張って。めっちゃ上げてるじゃないですか、クレイモア。もう上げれないんですよ。ちょっと待って。でも今の武器の方が絶対200ダメージの方が強いんじゃないですか。私は使いにくかったのですが、ケインさんのゴリ押しと合いそうで、いかやく。100ダメージ。長野里さん行ってらっしゃい。長野里さん行ってらっしゃい。あ、重さが一緒。長野さん、またお願いします。いつもありがとうございます。ノウ筋。これ行きますか。
重さは今の武器と一緒ですね。どっちが強いのかな。でもあ、こっちも両方一個つける。両手で振ると強い。ドラケ、スワード派中盤までしか役に立ちませんから。間違えておじさんを攻撃しないでくださいね。こっちでもかっこいいっすね、このドラゴン。あ、いや、いますか。じゃあクレイモアをどんどん上げればいいんですか。あの、チャンスがあれば。こんばんは、ケインさん。ファイトダークマスター。切れないんですけど、これ間違って攻撃したら敵対してきますからね。あ、そうなんですか。あわ、めっちゃ綺麗な花ですね。何ですかこれ、出せないんですか。おー、びっくり。 What is that? 何ですかあれ。アイマンじゃないですか。スタムしたら強いですよ。ちょっと待って、アイマンが出てきたんですけど。フルート、ただの草です。わらわら。ダークルート。アイバーンギャンク、わら。こんなところにアイバーン。あれ、こっちなんか、立ってるんですけど。アイバーンだった。ちょいちょいの手で誘えるの好き。これ何ですか。あー、びっくり。これ、花めっちゃ綺麗だけど、倒せないんですか、この花。こっち方向行けばいいんですか。こっちも行けないんですよ、ね、あれ、下なんか光ってるんですけど。花はただの目印です。あ、そうなんですか。花方向行った方がいい。え、こっちは何ですか。ライトになってくれてる優しい花。あ、そうなの。これもこの辺なんかありそうですね。これ何ですか。アイバーンなかなか強いっすね。今んとこ今日結構進んでますね。ケインさん、ライトのお店行ったら全部攻撃しそうですね。これどっち行けばいいんですかね。もうなんかいろんなライトあるから。 What is this? これ何ですか。え、これ閉まってるか。サインがいっぱい。え、これ迷路じゃないですか。何ですかこれ。あ、やっべ、ダメージ。いい声、わらわら。危な。わらわら。危な。モスチョン。さっき崖になってたところ下に降りれそうでしたよ。ここもでもありますね。ここはもう行ったらウォープですね。あそこでもあれソウルみたいのありますよね。そこ行けないんですかね。さっきの口開きっぱ。あ、ここ行けるんですね。これですね。それいけないんですかね、あそこの。アイテムがあるということは、いけるということ。そこいけるんですか。でもいけない。その草を倒すと手に入る毒をケアするアイテムが大切ですよ。あ、そうなんですか。ありがとうございます。 Thank you。 さっきのとこ駆け下りる。今の、なんか、あの、ウォープ行けるとこか、これはいけないんですよね。覗き込む、わら。
ここか。ここも行けるんですよね。危な。危な危な危な。覗き込むとやっぱりよく見えますか。ワダークソウル。危な危な危な。ここは、めちゃくちゃ広いですね。でもどんどん違うとこ行ってますけど、さっきのワープ行かなくていいんですか。あ、これです、綺麗。あ、あれじゃないですか、あの虫みたいなもん。え、まだ行けるの。これどんどん行きます。ザクザクザク、どんどん生きるんですけど、どうすればいいんですか。水どんどん下に進んじゃうと第一の悪夢が、わら第一の悪夢。じゃあ、あのさっきのドアのとこ行った方がいいですかね。違うのかな。久しぶりに見たけど、ここ、こんな暗かったんだな。どうやって降りるんですか、あの。ここだ。ここ死なないんですかね。まあそこまで大事なものないっすね。あれ死んじゃうときついっすね。これ、どうすればいいんですかね。降りるか。こんばんは。こわ。ゆきさん、こんばんは。めっちゃレアアイテムだったらどうする？あ、ここにあった。お、なんだこれ、すごいいっぱい。順調ですか？順調だと思います、ゆきさん。あの、一応ガーゴイル倒しました。あの、ボスみたいな。これ以上はもういけないんですね、多分。あれでもまだいけるんですね、これ。What?What? ここ落ちました、Jesus! 帰り道覚えてる？あぶな、わら。逃げたいんですけど。逃げたいっす。いて、おいしい、やめて。すいません。あー、せっかく飲んでるのに。お尻の穴が増える。飲んでるのよ、やめて。やばいよこれ、本当に。ぐるぐるぐ作戦しかない。目が回る。逆回り。あー、ここで死ぬか。なあ、どこにいるかわかんない。5400なくしました。番組でカマキリにやったのと同じ作戦。あーあああ、ノー、ジーサス、ノー、ぐるぐる作戦だ。めっちゃ遠いっすね。とりあえず振り続けたら戻れるな。本当に迷路ですね。上に行った方が良かったかな。わかんないですね。ここからスタートですか。ヒットアンドアウェイ。そっち行くん。逆走してます。逆走。あ、そっか。あ、降りた。オッケーオッケー。エレベーターはさっきだった。
ありがとうございます。いやー、森派西部から下に行くだけでいいよ。まず自分のソウル、なくしたソウル取りに行って、あ、でも気になるんですね。とりあえず下まで行かないと。上行って違うとこワープしたら。大体3発でスイングしたら自分のスタミナがなくなっちゃうから気をつけないといけないですね。あ、そうだ。びっくりした。あ、だいぶ降りましたよね。ダークルートベーシン。あのナイト、もうちょっと広いとこで戦いたいですね。なんかこれ落ちるの怖いから、なかなか攻撃できないですね。あいつはなかなかひるまないから大変やね。あそこにも行けるんですよね。これどんどん下に行くか、こっちにもありますよね。ありそうですね。違うのかな。めっちゃ広いじゃないですか、ここ。あれ？キャッスルの方に行くですかね、これ。めっちゃ広い。あれ、何ですか？やば、なんかやばそうな、でっかいタコがいるじゃないですか、それ。ちょっと待って、 What is this？ 何ですか今の。これなんか幽霊みたいなのが出てくる。ちょ、何ですかこれ。これやばそうじゃないですか。敵じゃないですか。オクトパス、わら、キモ。うわ、めっちゃ硬い。ちょっと待って、めっちゃ強い。ボディビルダーじゃないですかこれ。ボディビルダーじゃないですか。いって、アッパカって痛い。ちょっと待って、ケインさんの仲間や。昭和犬パワーパワー。おお、What is that？カッチカチ。めっちゃ高いっすね。え、ちょっと待って、どっち行けばいいんですかね。右肩の僧帽筋めっちゃ発達してる。ここに行くか。まだ下もありましたし、上もありましたよ。ちょっと混乱する、これ。上から行きますか。これ、わかんないっすね。好きな方行こう。好きな…上から下、上、とりあえず上はクリアしてるから、上からの方、上から下までの方がいいですよ。上からクリアして、下降りた方がいいと思います。いや、今の敵だいぶ強いですね。こっそりのパワーアップが足りてないかもしれないですね。
ワンパンがなくなってるんですね。ここはあれがあるところですね。あれです。あれ？あれって何ですか？ヒルさん、あれ、あれが何ですか？あれか。ボディ？あの上どうやって行くんですかね。気になる。もう絶対落ちるんですよ。いや、これが後が大事ですね。いきます。よし、まあ行きますか。とりあえず上からすぐそこにすぐクリアし、すぐっていうか上からクリアして降りればいいんですね。あれはスルーでいいですよね。あ、おおおお、火がついてきた。ちょっと待って、あぶね、ダメージ半端ないっすよ。アイバン3人めっちゃ硬い。あっぶね、ウォリさん怖い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 。あれ、なんだ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 、動けない。ジーザス、あれ、なんかロールできないですね、これ。なんかフーラフープで捕まっちゃったみたいな感じですね、これ。なんですか、これ今の。またいるじゃん。平和な歩み。ちょっと、うわ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 、危なかった。ちょっと待って、もう回復ない。いって、アイバーン無知やめて。ゆうゆう、うわ、いっぱいいるじゃないですか、この森。やっば、ちょっと逃げたいんですけど、逃げてもいいですか。逃げれるのかな、これ。これ一応逃げれるんだ。オープンしただけですね。ザー、ワンパンですよ、ワンパン。強すぎですよ、上。セーブポイントなさすぎる、ジーザス。そうですね、めっちゃ遠いっすよ、これ、本当に。いや、でも下から上行ったから時間かかったですね。これもう直接あっち行った方がいいですね、これ。あの辺の敵は強いっすね。パワーアップが足りてないかも。あーあー、ジーザス、あー、どうしよう、これロスト。いや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 、
全部なくしました。5000ぐらいありましたよね。ロスト？オーノー、ロスト。アイテムはロストしてないけど、ソウルがお金みたいなのがなくなりましたね。5000、また5000。セーフポイントもうちょっと欲しいですね。もうちょっと近いとこないんですかね。これだってほぼないんじゃないですか。100ぐらいしかなかった。7600ありました。7000、おジーズス。一発だけ。こっちだった。あれを探してるんですね。僕よくわかんないですけど、昔のゲームだから厳しめなのかな。方向何が一番いいのかわかんないです。まあでもとりあえず全部クリアした方がいいと思うから、上からこっちで。この敵めっちゃ強いんだけど、でも下もやばかったですね。なんかあのボスみたいな、あのタコみたいな見えたんですよ。あれはやばそうですね。まずこの3人をこの辺広いところで、はい、関係なかったです。ここも狭い。やっぱ。もう何回やってるよここ。難しい。ケインさん、こんばんは。エイビネさん、こんばんは。How are you? まあ、デイワンより進んでると思うから、少しずつでいいっすよね。こういうゲームは、少しずつですよね。ダメかもと思ったら引き返して別のところに行くのもありですよ。どうっすか？なんか全部難しそう。少し楽になるアドバイスとかしていいんですか？あ、少しけど、あ、お願いします。ぜひ。ぜひぜひ、わら。その壁を殴ってください。その壁？ありがとうございます。この壁ですか？光ってる場所です。その左側。左側？おお、何ですかこれ。これ絶対見つかんないですよね。あ、こんななんかいろいろあったんですよ、メッセージ。何書いてるんですか。お、あ、誰ですか。あ、サポートナイス。ありがとうございます。 Thank you so much。 これめっちゃでかいし、あれ、なんか誰かいたんだけど。 Where did she go? 誰かいた。全然違うじゃないですか。足元のメッセージですね。これで少し楽になりましたね。ありがとうございます。 Thank you so much。 いや、もう全然楽ですよね。この走る距離がやばいっす。あなたのプレイヤーですね。
あ、やばい。回復できなかった。うわー、これだいぶ違う。壁なんて殴ると思わないもんな。思えないっすね。なんかこの辺とかスルーで行きそうな感じですよね。敵が多すぎですよ、本当に。やっぱり赤いとこ読むの大事ですね。そうですね。めっちゃ多いじゃないですか。ソニックタイム。ちょっと待って、Where is this? これどこですか？ソニック、わらわら。これどこですか？下、何もなかった。OK、上で。これでいいんじゃないですか、ストニックタイム。たまに嘘つきがいますけどね。わらわら、そうですね、でも読まないかもね。え、いるんじゃないですか。これちょっと待って、あっちもいるんですね。これです、ムーンライトバタフライ。うわあ、あ、痛い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 。 What is this? これどうやって倒すんですか。月光町。でっか。これ、あ、ブロックできないんですか、これ、本当に。逃げろ。逃げれない。あ。うわ。行った。これもしかしたらアーチェリーじゃないですか、もしかして。わら。ブロックできないよ、本当に。これどうやるの？アーチェリーかもしれないですね。全然ブロックしないですよ、これ。ローリングで当たる前に避けて。めっちゃ飛んでるから難しいっすね、これ。ちょっと待って。ああ、これ2個装備できるんですよね。ロングボウとショートボウ、何が違うんですか。ショートボウしかできないですね。ご飯行ってました、ケイン隊長。えー、みっちゃんさん、こんばんは。これで、あ、え、あ、びっくりした、自分が裸だと思ってました。こうやって大丈夫。え、ふんどし、わらわら。これで多分戦えると思う。こんな先にすみません。土曜日、子供がバドミントンの大会に出ま、いかやく。あ、ビレンさん、バドミントン頑張ってー、応援してまーす。 Good luck! Do your best! OK! こっからランニングタイムですね。猛スピードで走る。みんなで応援だー。キッズファイトです。ビッタインスさん、ファイトー。頑張って、ファイトー。バドミントンすごいねー、頑張って。戦えないっすね、あの全員。ビレンさんのお子様、頑張って頑張ってくださいね。ドアなんかあるのかな。ないっすね。
よし、やりますか。再開ファイト。Here's my soul.勝利。皆さん、ありがとうございます。だいぶ進みました。動かないで。本当に何これ見えない。ちょっと待って、撃てないよ。本当にストップ。動かないで。バタフライかな。試合頑張れ。ファイト一発。全然難しい。あ、当たってるけど。こりゃ難しい。ストップ、わら。動いちゃうよん、わら。この時のためにボセック練習しとけばよかった、わらわら。これ永遠にかかっちゃうんですよ、これ。当たれー。ちょっと待って、なんかどっかスポットあるんですか。なんか当たんないスポット。あんなに当たってんのに。ケンさんの神エイムならいけますよ。ちょっとしか減ってないっすよ。ジーマウだったら100発100中18ダメージしか出てませんでした笑。これきついっすね。他になんかいい方法ないのかな。武器はもうこれしかないのかな。弓が燃えたやつとかない？燃えたやつ？ボム届かないのか。フェザーアローズはありますけど、ないっすね。あ、買いに行けばいいんですかね。ショップ。めっちゃ遠いけど。あのブラックスミスなんかありそうですね。いや、今の弓は痛くないですね、絶対。誰か助けて。ブラックスミスの方に行って何か売ってるか見てみますか。それかもう違うとこ行きます。下今の僕の力だと耐えない。ローリングで避けて、橋に止まるとき殴れば大丈夫ですよ。橋止まるんですか。あ、じゃあ弓…諦めて良いんですか。弓じゃなくてもいいってこと。弓じゃなくてもよかったら倒せるかもしれないですね。もう一回やってみます。止まります。あ、OK、OK。いや、だってずっと飛んでたら僕もうチク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 やっても多分倒せないですよ。負けることより逃げることの方が恥ずかしいんだよな。見ちゃった。もう一回チャレンジしてみます。いや、ここスルーでいいですよね、これ。よし、とりあえずいっぱい飲みますか。いっぱい飲んでいきます。来たら転がる、来たら転がる。シールドは関係ないってことですね。シールドは効かないってことですね。
バタフライファイトを、ターゲットをして、魔法が当たる瞬間にニヨコローリングです。これですかね。いて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 、これか。うわうわうわ、ちょっと待って、これ全然回復できないですね。ケインサントニック。いってえ、あれホーミングあるじゃないですか、ホーミング。ちょっと待って、今ホーミングあるからめっちゃ強いっすね。ホーミングあるの。ホーミングやばいっすね。殺虫剤かけれないんですか。殺虫剤もう一回。ホーミングやばくないこれ。こんなにでかいが襲ってきたら腰抜けかけそう。あれ、ここなんかあった。いた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 。あ、やばい、やっちゃった。ジーザス、オーマイガー、ちょっと待って。いいや、なんかもらった。いやー、オーマイジーザス、なんかもらった。ケインさん、地面の文字読んでますか。読んでないっすよ。だって半分は嘘かもしれないっすね。いや、あのソウルは取ってもほとんど残ってないから大丈夫です。あれは出れなくなっちゃった。ですよね、笑。読んでないっすよ、笑笑、打てる。読んでないっす。ここの読みますか。助けてくださいね。Try amazing item。 全然役に立たない。わら、読まないとあの事故が起きそうです、わらわら。これロックオンして、あれ、あのでもホーミングのはやばかったですね。あれ、ローリング端っこ、オッケー。いけてててい、いけ。うわぁ、このホーミングはやばいっすね。もう逃げれないっすよ、ほんとに。あれ、壁うまく使った方がいいっすね、あの手前の壁。プレイ中時読めなくなる呪いにかかってます。これはジーザス、マイガード、No。 あの、最初のは避けれるけど、あのホーミングの3つはやばいですね。あれ、どっかの壁使わないといけないかもしれないですね。これは強いですね。いやー、でもうまくなんかあのタイミング、ホーミング前斜めローリングで避けれます。はい、斜め。あの壁うまく使えばいけそうな感じするんですけど。メンタル強化月間のため頑張れ。ありがとうございます。武器つけてもあんま関係ないですよね、あの重さ。どうだろう。
あ、これはダメですね。これはもろいけるです。目の前の方がいいですね、これ。この辺とか。あんまり向こう端っこ行くとダメですね。上手くなってる。この辺ですね。あんまり右とか左行くとホーミングがもうもろ効きますね。ちょっと待って、こっち来るか。プイスの、ああ、ちょっと待って、半分しか行ってない。ジーザス、ゴリ押し行きたかった。信じられない勢いで当てられましたね、わら。せっかちがまん、ぼっかん、わらわら。うわ、もう回復ない、ジーザス。あと1回、あと1回止まればチャンスあります。言えばよかったかな、わら。ああ、ビーム、ベルコース。来るかな、来るかな。ああ、ジーズ早かった。おじさん反応できなかった、ジーズ。ちょっと今のめっちゃ急に来たね。うわー、これか。いけます。いけるいけるいける。ゾンに例えちゃう。いきなりビーム、わらわら。反応ジーザス、わら。おじさん、わらわら。やば、早かった今の。おじさん反応、今すごいタイミングずらしたね。一番良かったですね。なんかいけそう。いけるいけるね。半分いったら気をつけた方がいい。ケインさん何の T シャツですか？それ。これ？ケインさん全然おじさんじゃない。Perfect body。Perfect body T シャツです。お。お、本物だ。パーフェクトボディ。パーフェクト T だったんですね。そう、Perfect T。プグト。 OK、 もう一回いきますか。パーフェクトバディナイス。そういえば次のシーズンではロール配信やりますか？あ、ロールももしかしたらやるかもしれないですね。まあちょこちょこ。この後ろだって、こんな…ケインさん、こんばんは。動物エクスプラマション、ママさん、ハワイユー。でも本物のパーフェクトボディ派、山本隆博さん、楽しみにしてますよー、ゴッドです。ありがとうございます。 Thank you, Phantom さん。ですね、本当に。こんばんはでございます。こんばんは、少年さん。How are you? すごい、避けてる。うわ、早すぎた、今の。どっちになるか分かんないですね、この。いや、もう我慢。避けるの上手くなってる。ヒットのウェイですね、ヒットのウェイ。危ねえ、ロックオンしてない、ジーザス。オッケー、これは多分早いビーム来ると思う。せっかち封印。オッケー、オッケー。我慢ができるようになってるだと。ちょっと
ケーオッケー、もうそろホーミングルじゃないですか。ホーミングル来た。オッケー、いきなりビームじゃないですか。もうすぐ結果値抑えてる。あーやべ、ロックオンジータス。うわージーズス、目が回ってる。せっかちこくっく。うわ、うっす、今当たった。わ、2個目が当たった。マジで、ノーノー。来た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 。あ、これもうダメだ。我慢するしかないか。もう一回、もう行きたかったよ。行きたかったけどもう回復ないから、これきつい。そう、見えない。あー、いやー、2個はダメだ、2個はダメだ。ちょっと待って、お願いお願い。あーあ、もうあのビームやめて。あー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 、押しすぎた。あーうわー、吠えた、わらわら。これあナイスファイト、ノー。一回でいけないのかな。我慢し したばっかりに、わら。もうちょっと、惜しい。セレブなおたけびだ。泣かないでだし。やっちゃった。まあ、メッソさんやめて。ナイスファイトです。フィレ。You can do it。いやー、もう。惜しい。あのビームが本当にもうホーミングがもう痛くなる、あのもうあんま当たんないですけど、もう一個の方の分かれてるやつがきついですね。あれが2個落ちしないといけないから、2回ジャンプしない、ロールしないといけないです。次いけますね。ダメージでいきたいですね。よ、ノーダメージの欲張りです。うわー、この歯がずっと耳に残りそう。ちょっとダメージ、早い方が諦めて魔法カット高い盾でガードでもいいかもですね。いけるいけるいける。半分いってないかこれ。いや、次いけるかもしれないです、ゴリ押ししたら。ゴリ押ししたらいけるかも。もう結構ドンチマークなってる。早くいつ、その調子いい感じ。ああ、いや
ああ行っちゃったよ。油断しちゃったよ。ホーミング一発でアウトですね。ああ。ホーミングも上手くなってきてる。あらま。ああ。言うのやめよう。行っちゃったよ。おーのー。調子乗りから油田大敵だよ。油田大敵。ホーミングが一番やばいっすね。一回当たったらアウトですね。もう一個の方は油田あそこまで痛くないですね。油田わら油田大敵すぎですね。いやいや、ギリギリまでせっかちすれば2回で倒せそうですね。そうですね、いけるかも。2回目だってもう爆発寸前でもいいですね。勝てそう。1回目は爆発したら死んじゃうけど、ダメージ食らっちゃうけど、2回目ももうギリギリもう本当に爆発寸前まで振ればいけるかもね。ホーミングだけ気をつけないといけないです。どっちがホーミング、どっちが最初の、ああこれだ。これでもちょっとしか痛くないからホーミングだけ気をつけないと。ケインさん、そう言いながらフライアウェイお願いしますね。いやちょっと待って、フライアウェイ、ここフライアウェイできるかな。壁使えないの？あれ、ホーミングは2回連続はなかったですね、確か。うわ、これ2個当たると痛い。いや、ホーミングはもう、ホーミングもっとやばい。もう一回やめ。あぶねえ。もう一回飲もう。万が一当たったらこれ死んじゃうかも。ゴミ。土曜日です。次土曜日です。お昼ですね。ナイスです。やったー。ナイス。ナイスセレブ。ナイス。ちょっと待って。ナイス。セレブ。おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しい。おめでとう。何回 ?10 回ぐらいやりましたっけ？もっとかな？おめでとうございます。パチパチパチ。Watchtower Basement Key. Oh, what is all this? すげえ。おおおおお。Basement Key もらった。
へこんでいたのでケインさんの嬉しそうな笑顔を見れて嬉しいで、いかやく。ああ、これなんかできないんですかね。何もできないか。あ、だからこのまま下行ったらもしかしたら鍵閉まってたかもしれないですね。あ、土曜日フォートナイトです。はい。ひさチャンネルさん、いつもありがとうございます。土曜日フォートナイト、午後フォートナイトをやって。え、ちょっと待って、これ戻んないといけないんじゃないですか、もしかしたら。よし、次も頑張れ。これ、セーブポイントまで死なないようにしないと。誕生日休暇取ったので参加したいです。おお、ぜひぜひぜひ。え、ひさチャンネル誕生日ですか？おめでとうございます。この1万円を無事に持ち帰れるか。はい、1万円、1万、ソウル大切に。いるんじゃないですか、そこ。ちょっと待って、来た。グッバイ !1 万円。ちょっと待って。あれ、戻って取りに行きます？まあまだ取り戻せるから、カツアゲされた。本当にあれだって絶対後ろからいっぱい来るんすよ。フラグ回収、わら。1万、は取りに行かないの？いやー、一応行きますけど、これやばいっすね、帰り。まずはアイバーン3人でしょ、今後ろに追いかけてる3人、プラスこのナイトみたいな人がやばいっすね。セレブに配置万円などはした金ですね。ちょっと待って、これだってドアから出れないんですよ多分。うまく階段登るかな。階段登ったら僕は走ってこうやって行けばいいんだ。イメトレ。ここからアイバンだけドッジすればいける。うわ、オッケーオッケー、来ました。無事ここセーブしよう。先にあれ、ちょっとなんで飲んでる。ちょっと待って、武器ない。ああ、動けないんですけど、動けないんですけど、ああ、死んじゃうじゃない。あ、まあ、いや、ここ目の前で大丈夫ですね。1万、うわー、危な。これいいんですよ、これでいいんですよ。あう、1万キロ、これはまだ開けれないんですよ。あー、ダメか、これ降りるしかないんじゃないですか、もしかしたら。からジャンプできないんですかね。裸ですね。いやー、でもこの辺にセーブしますか今日。もうだってなんか下降りて長くなりそうですね。レベルアップ派？あ、そっか、レベルアップしましょう。何がいいですかね。え、スタミナ、バイタリティか、エンデュレンスか、HP か、エンデュレンスか、ストレングス。あの人もプレイボーイの撮影だったのかな。そうですね、まあ、撮影中だったんですね。何がいいですかね。HP、エンデュレンス。
本何が一番大事ですかね。エンデュアランスでももっとアタックとかできるんですよね。これ20にして21ですか。エンデュアランス、やっぱり21 is a magical number。 OK、これは何ですかね。アクセスバルブ、ここ、あ、ここに中に入れるんです。21きた。マジックナンバージーザスワラ。21 20おね。これでも持っても損はないですね。21ナイス。すごいいっぱい持ってるアーマー。皆さん、ありがとうございました。じゃあ、こっそり、パワーアップはやめます。こっそり。とりあえず、やるときは配信します。お疲れ様です。ありがとうございます。Thank you so much, 本当に。Have a great, 明日金曜日、Have a great Friday, and hope to see you on Saturday. お疲れ様でした。Be safe. Thank you so much. ありがとうございました。Thank you so much, guys.はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。こそレベ上げ、わらわら、お疲れ様でした。スーパーグレス、お疲れ様でした。堂々とやりましょう。シュープで楽しみ。